今日は5月の28日ですね。夕方の今6時10分ですね。だんだん日が長くなりましたから、まあ6時半過ぎに一応日没を迎えます。こちらの空がね、光り輝いてますね。で、これは妙法寺の境内ですね。ここの境内も深いですね。これなんだろうね。ここの参道の苔がこんなに生えてきましたね。ウグイスはね、やはりウグイスが鳴くのを期待してるんだけどね。この山門にある少し鳴きましたな。ウグイスがね、そこの山門の仁王パワーから、おっ、鳴いた鳴いた山門のアジサイがね、まだこんな状態だけど、もう1ヶ月も3週間ぐらいでね、どんどん伸びてくるでしょう。新しいもんだろうけどね、力強い。トーン管理がいいね。トーン管理が素敵だな。これがね、正面がもう夕闇に迫る。そうだね。そこに、日蓮聖人がいらっしゃるね。ここに金付き堂がある。ここは本当に月たびにね、あの夕日に照らされてこういう風なんだね。もみじがここだけ金色に光ってるね。ここだけ、おー、いいね、これも。こういう光景もね。おー、マジでないね。夕日に光ってんだね、これ。
いやいや、いやね、こういう風に深いですよ、ここも。もう6月頃この下の溝にホタルがいっぱい出るということですね。この緑のディテールがいいな。あの今深さしっかり決めされてる。聞いてないとないよな。